はい、皆さんおはようございます。ずっと長いこと、法を海洋が構築、禁止伝説枠に法と海洋画を採用した構築を使ってきたわけですが、さすがに同じ構築を使い続ける期間があんまり長くなってきたんで、違う構築を試そうと思いました。で、見ての通りリアルが海洋画構築を使うんですけど、リアルガっていうポケモンは個人的に扱いが難しいポケモンで、ドラゴンタイプでありながら鋼タイプは合わせ持つ、唯一のポケモンかな。それで、独自のタイプ耐性を持つんですけど、案外相手のグラードには断崖の剣であっさり倒されてしまったりとか、あと流星群を打ち逃げするっていうのもこのルールでは難しいので、タイプ1のメインウェポンが竜の波動ってことになると、もちろん相手のボーマンダやレッグゼに対しては高い打点を持つんですけど、それ以外に対しての遂行速度が若干禁止伝説枠の火力にしては遅いかなっていう感じはあるんですけど、リアルガってポケモンをなかなか使いこなせてないので、いろんなリアルガ海洋構築を参考にさせていただいて、自分が使いやすいと思う構築にとりあえず行き着いて、これで、対戦を回してみることにします。大雑把に肩を言うと、左からボルトロスが穏やか HBD 振りの持ち物ご、ゴツゴツメントじゃねえや、光の粉、回避アイテムですね。で、ボーマンダが、メガ枠、ボーマンダナイト。性格が、無邪気使うかどうか迷ったんですけど、今回は臆病です。無邪気が、防御が下がる補正だったかな。だから、相手の物理技に対しては、もちろん特性威嚇はあるんですけど、受け出してる時とか若干あれかなと思って、ただ一方で両党性格無邪気だとステミタックルの威力が高いので、相手の物理耐久が低いポケモン、電子海洋画とか、ゼルネアスを押し込めるパワーに魅力はありますね。海洋画は雷を採用せず潮吹き混然など両立、ネットを採用する方もありますけど、僕は潮吹きと混然の波動の2つの水技の両立で、リアルが特性テレパシーの控えめ性格で、持ち物がお盆のみ。ランドロスは、91族っていう、なんでよ、ニッチな素晴らしい族長を持つので、陽気最速のこだわりハチマキで、ナットでは最地の食べ残しジャイロボール採用ですね。よくある方ですね。これで対戦をやっていきます。バトル、対戦相手を探していきます。みんながジャパンチャンピオンシップス Wi-Fi 大会、日本代表決定戦に向けて、あるいは世界大会に向けての大会、どこで練習してるのかなって思ってて、練習する場所は公式ポケモングローバルリンクのスペシャルレート、商談フレンドバトルとかいろいろあると思うんですよ。オフ会参加したりも、あんまり人、このルールでやってる人が少なくなってるイメージなんですよ。どうなんだろう。バックフーンが珍しい。噴火したいんでしょう。バックフーンって91族よりは遅いよね。ランドロス、ジェルメアスの牽制を考えると、ボルトロス。で、リアルが海洋かな。これでいいや。ボルトランドですね。全国ダブルみたいだけど。バックフーンが来ました。しまった、今ボルトロス守れないから爆発はできるんだ、これ。
で相手いてるポケモンはボーマンダがいるけど、イワナダレ、デンジャバクミ、メザッパ、マジかよ。挑発で動けないし、しかもでグラドンいるんだよな、相手ちょっとまずいな。ディアルが出せます。トリックルームが来そうではある。スカーフ爆風だよね。91速より遅いよな、爆風って。トリックルーム来たけど、まあ挑発来る気がする。ディアの波動を爆風方向でボルトロスを海洋がチェンジ。なんでメザパで居座るんだ。はあ、なんでトリックルーム警戒しないの。トリックルームしつつ海洋が守る。絶対このターンギアルガン挑発来ると思ったのに、海洋が守って挑発。トリックルーム失敗か。火炎放射ナットで方向に、海洋がボルトスチェンジ。火炎放射だと満タンナットでは倒せないかな。青一歩が外れる。倒せた。10万ボルトボルトス方向に行ってきました。グラード物理か特殊か分からんけど、ディエの波動はボルトロス方向。10万ボルトボルトロス方向。グラードのトリックルームかでグラドルネコ。ちょっと待って、なんでこんな遅いの相手のグラドン。なんで噴火なんだ相手のグラドン。なんでこんな遅いの。グラゼルネ構築でグラドンって最速じゃないの普通。なぜこんな遅いの。リアルが今守るないんだよな。グラドン引っ込む読み、雷相手のグラドンに。海洋側根源の波動を引き、根源の波動。相手のグラドン遅いの、めっちゃ予想外なんだけど、なんでこんな遅いんだ。ゲームの波動レイビー断崖噴火断崖両立。おい負けた。グラセルネ構築でなんでグラドンが速いんだ。トリックルーム張ったのがめっちゃ恨めてたね今。ボルトスがいるから中速にしてるのか。グラドン、原子グラドンって最速か最中の2択だと思って、ゼルネ構築だったら絶対最速だと思ってたのに、トリックルーム構築じゃなかったし、完全に読み間違えました。次の対戦いきます。自分が張ったトリックルーム相手に利用される感じになるの、めっちゃ一旦もう無駄な行動した感じになってあれですよね。で今ウォルトロスミラー相手、スバーサでどんぐらいなんだろう全くスバーサ打ってないボルトロス使ってたせいで挑発が相手のボルトロスに打てないんだよな。臆病最速ボルトロスだったら自信を持って相手のボルトロスに挑発打つこともできるんですけど、今ボルトロス最速でもエルフには先制で挑発打たれちゃうし、耐久振りの方が好きだからそんな感じなんですよ。まあ同系統のパーティーですね。トリクルーム要員がドータ君とディアルガの2人、ランドロス、
なあ、てかエルフィンか。エルフィンじゃない、マニューラなんだな、叩き鬼が。アンドロスボルトス、リアルが、海洋が、これで。テラピオン、マニューラ。で、この系統のマニューラは、命の玉ではないと思うので、自信に落ちたいところではあるんだけど、猫魂を打ってくるのか、フローラーが打ってくるのか、あるいは、アイシクルクラッシュ、なんて、なんだっけ、日本語名が、つらが落としでランドス殴ってくるとかなんですけど、つらが落としじゃないと思うんで、自信を選択して、テレパシーリアルにボルトスチェンジします。外した。弾なんだけど、しかも。はぁ、地震、アイシクルクラッシュ打ってくるか。ここ膨らむ気ないと思うんだけどね。ボルトスチェンジでトリックルームが打てなくなってるじゃん。挑発ですけど、挑発ってだけど何やねんそれ。火炎放射を逃げる方向に。マニューラ倒す。グラウド。海洋がチェンジで。リアの波動をグラウド方向。先生で通った。言わな誰。海洋が根源の波動で、リアルがオランドスチェンジ。高いってどう思うんだ。テラキもタスキじゃないと思うから当たれば倒せるんじゃないか。タスキでした。外れた。で、トビンはボーマンダに。ナンドロスは、岩流れ。ステミタックルか。な、で、テラキオン倒して、ボーマンダとグラドにしないと残り。あー、ボルトス守れないの辛いんだけどな、この局面。ボルトス。グラノン物理がダメだよな。絶対ボーマンダ守ると思うから。なりきりでランドロスで威嚇をもう一回やって、岩流れ。ボーマンダ守るでしょ、絶対。普通はデンジャーをボーマンダに打つターンなんですけど、ボーマンダ守って、
グラドンが物理技は、違うかな。ギャルが海洋の構築で勝つの難しいな。こっちのギャルがもうオーボンの身を消費しちゃったから、相手のグラドンの処理速度と相手のグラドンのパワーを考えるとちょっと辛いか。ボルトスのなりきり、本当は海洋の始まりの身をトレースして殴るのを考えてるけど、流星群ってきた、予想外、外れてない。リアルが出します。辛いな。ディエルの波動、さっきディエルの波動でグラードはこんな剣しか削れんかったんだっけ。てかボルトラスの光の波動全く違うですね。あーグラードン倒せんねんの、弱いな。あかん、2連敗です。ギアルが海洋構築でデータを溶かしました。なんだろう、エルフン・テラキオンとかマニュラ・テラキオンの叩き系統に対して、まあ、今回は相手は袋だけ使ってこないだろうと考えたから殴っていったわけだけど、海王が早々と失ったことで辛くなったかな。相手のテラキオンのインファイトとボーマンの選択で海王が死ぬと思ってなかったけど倒されてたのが一番あれだったな。威嚇枠このギャルが海王構築、ランドロスとボーマンの2体いるわけだから2体出してもよかったか。じゃあ2体出してが、2体を出していい、ん、じゃあな、今選出がランドロス、ボルトロス、海王がリアルだったから、ランドロス、ボーマンとか出してたら、もうちょっと牽制できたか。威嚇2回入れた後に、黒ラッキーやったら、賞味、攻撃に段階アップ。で、でもボーマンだ、言わないで死にそうだよね。ダメージ計算してないからあれなんですけど。で、火力感覚がまだなくて、トリックエム構築だから多分相手、グラドンが H 振りしてるから、ギアルガの竜の波動を2発で倒せないのがきついなと思いましたね。控えめで C 補正、特攻補正かかってる竜の波動でもグラドン2発で倒せないのは、まあ第5世代以前に比べて竜の波動の威力、特殊技の威力全般下がってて、その影響出てる感じなんですけど、やっぱグラードンは基本的には海洋画で倒さなきゃいけない、あるいはランドスの自信を当てなきゃいけなくて、それに対して相手の威嚇を合わせられると、威嚇やボーマンダで、てかそうか、それと最終局面でボーマンダ絶対守ってくると思ったのに守ってこなかったから、そのため電車入れとけばちょこっと変わったか。でも流星群でランドロス倒されたもんな。やっぱ海洋が失ってたのが痛かった気がします。とギアルが海洋構築、まあ結果はオフ会でもオンライン大会でも公式大会、あの Wi-Fi 大会でも結果出してる構築だと思うんですけど、自分では扱うの苦手意識というか、うまく使いこなせない使いこなせない感覚があって、もう一回頑張って使いこなしたいと思って試しているところなんですが、ちょっと今回はうまく扱えませんでした。次回はしっかり使いこなして二連射できるようにしたいと思います。一応前回の方を海洋構築は確認できたレートでは、商談で、15位まで入ってたんですけど、リアルは海洋構築でも上位に行けるように頑張りたいと思います。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。また次回見てくれると嬉しいです。はい、サンキューウォッチング my video、 See you next time、 バイバイ、また次回見てください。